はい、千尺です。今回は、前回ナムコスターズでプレーしてヤクルトと対戦して一時は、6点差、まあそれぐらいになったんですけども、後半点取られまくって逆転負け10対8と惜敗しました。今回はそのリベンジを果たすべく、もう一度プレイします。それではいきますか。ポン。はい、もう一回。はい、ポン。はい、もう一回。ポン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 。はい、それでは、いきますか。これ、あ、やっぱり、そうなんだ。ピノアイ、ねえ、ちょっと言い訳じゃないんだけど、ピノがいなかったっていうのがさ、ちょっと、ショックでさ。うん、それがちょっと、まあ、範囲の原因だったかなと。よし、抜けた。よし、二塁だ。ファイカ、この直球どうしようかな。こういう球なんだよ高野って。これがね、緩急結構、まあ、これがいいかな。あらー、よし、栗山を三振に抑えた。振り遅れてるね相手は。あー無理だ。なんとなんと中途半端な打球。ここに結構調子来るんだよな。あー、ほら来るだろ。これ何としても抑えないと。よっしゃー、154キロ。全般的に速た、たま、たまのスピード早めだよな。言えてない。たまのスピード速いんだよ。速球じゃなくても速いもんな、結構。これファミスタのね、確か92とかなんだかってなると、普通の速球じゃない球って遅いんだよ、すごく。よし、いい。よーし、抜けた。1点入ったぞ。よし、このランナーも返すぞ。ラリー X 頼むぞ。よーし、抜けた。しかしな、ピノいるとな、いいんだけど。悪徳ランナーだからね。当たんない。当てろ、当ててくれよ。せめて振り遅れてるしね。はい、ダメ。よしよしよし、振り遅れてる。ああ、そっか。
るんだ。だから取れないんだ。うわー、これちょっと難しい。ノーアウトのメモだ。しかもよし、取れ。あー、もったいない。あの取り方面白い。栗山監督。よし、取れ。よっしゃ。振り遅れてる。あ、まずいぞこれ。よし、切れた。ほっ、よし、抜けた。結構さ、最初のファミスタって抜けた後球コロコロ転がるのがいいんだけど、そのスピードが速いよな。だからあの外野もここ抜けるんだよ、こうやって。最初のファミスタ、いやいや、ウーファミとかなってあんまりそういうのないんだよ。高野、やばいな、変化球使い出してきた。打ちづらい。よし、抜けた。いやー、いいぞこの前半リードの展開は。前もそうだったけど、下がれ。うわあ。よし、なんとか取ってもらって。バレるな。よし、これはなんとか 0.5 抑えるぞ。おお、ヒット。まずいな。でもこれで抑えてやりたい。よっしゃ。うわ、バリーエクス。よし、悩んだ。盗塁成功。よし、ナイス。
マッピ。ん？どうだこれ。やったー。はい、アウト。あ、ヒットの数同じぐらいなんだ。帰るのか、ここで4回で帰る。栗山さん、来た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 、これ取れ。うわー、この辺ちょっと気を引き締めないとまずいな。うう、来た、ほら、ツーランホームランだ。そうなんだよ、この辺なんだよ、怖いの。球威が落ちるときに打たれるんだな、こうやって。よし、分かったぞ。そろそろ交代も考えておこうな。うわやばいな、ほら取られ出してきてる。ここはなんとか1点取りたいな。よし、抜けた。いいぞいいぞ。ダメだろ。インデさん、あべ、あぶねえ。おお、ちょっと待って、ラリー変えるか。あ、ピノいる。そうか、ここにいたのか、ピノ。よし、三振が多いよ、結構。
つつ撮ってる。なんか打ち上げちゃうな。そろそろ1点が欲しい。1点が欲しい。なかなかヒットが出なくなったぞ。そっか、ヒットの数は向こうの多いんだ。なんだこの2点を死守しないと。よっしゃ、よし。よっしゃ、よっしゃ。さっきこれホームラン打たれたからな。よっしゃ。よし、そろそろ1点。あ、ホームラン打たないかな。これ、ダメか、ギル当たんねえんだよ。よし、フォークボールだ。いいぞセヒウス、この調子だ。ホームランだ。なんと1点差まで来たぞ。これはまた嫌な予感が。もう綿の辺に変えた。ちょっと4イニング点数入ってない。そろそろ欲しいぞ点数が。ここで点数取れば勝った。よっしゃ、抜けた。アウトだ。くっそー、もう9回か。ちょっと待って、帰る帰るピッチャー。あら、よし、ちょっとこれ抑えるぞ。これ抑えれば勝ちだ。よっしゃ。なんだなんだ今のは。うわ、よし変えよう。ボスコ。おお、なんと悩んだ。よし、打ち上げた。ちょっとまた落とすかこれ。よし、よし、最後だ。イエーイ、勝利の雄たけび。これどうなってんだろう。ほうほうほう、三振は向こうの方が多いんだ。盗塁にあんだ、向こうの方が多いんだ。よし、勝ったぞ。というわけで今回はナムコスターズがなんとか1点差を守りきり勝利。ご視聴ありがとうございました。